会社いますよ。いいの。あ、食べようとしてますね。すごいですね。あ、食べようとしてますね。はい、これ何でしょうか。わかりますかね。これあのコブヨコバサミっていう大きいヤドカリさん の脱皮の殻です。ちょっとねこの殻、抜け殻を使っていたずらしてみようと思います。はい、どうもこんにちは。さざなみふぐちゃんのいつも通りね、餌食べたいんでちょっとうろうろしてますけどね、ちょっといたずらしてみます。これ何ですか。これは一応食べようとしましたね。これ何ですか。ほら落っこってきましたよ。なんか落っこってきましたよ。あ、ちょっとに逃げてるっぽい感じありますね。変なの来たぞと、変なでっかいヤドカリ来たぞと。ちょっと怖がってるんですかね、これね。大きいヤドカリさん来たね、ほらね、これ。どうですか、これ。ヤドカリさんいますよ。あ、食べようとしてますね。すごいですね。あ、食べようとしてますね。全然怖がってませんね。さすがフグちゃんですね。さざなみフグちゃんね、本当に大きくなると 4,50 センチになるんでね、そんな大きくなったらこのコブヨコバサミの生態なんてね、バクバク食べちゃうでしょうからね、噛み砕いて。ということでね、この脱皮からじゃびっくりしないっていうことですね。いつも通りちょっとね餌あげようと思います。全然ね、びっくりしなかったんでね、いつも通り餌あげようと思います。あれ？ありますよ、アサリありますよ、ここに。いらんの？じゃ気づいてないですね。ちょっと落としてみましょうか。あ、食べちゃった、食べちゃった。はい、次の餌もありますよ。いらんすか？ん？あ、食べましたね。もうアサリなんてね、ちょこちょこって噛んでね、食べちゃいますからね。あー、ダメ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 、すっごい水かかりましたね。すっごい海水かかりました。はいね、もうね、今日あんま餌ないからね、これで最後だからね。もうないよ、今日おしまい。それでね、明日またあげるからね。お、なんかあった、ちっちゃいの。あるね、まだね、残さず食べてくださいね。いいですか、ごちそうさまですね。もうね、ないもんね、皆さんね。